はい、どうも、ふめだよです。今回ですけれども、来月9月ですね、の、過去ガチャをですね、振り返っていこうかなと。あと、新爪ですね。何が登場しているのかっていうところを、今回は振り返る動画となります。はい。ということで、もう今現在ですね、ツイステコラボが確定していて、まあ、かなり熱い月間になりそうだっていうのは分かってるんですけれども、はい。復活するね、まあ、ガチャの方も、まあ、楽しみですよね。そうなってくると。ということで。まあ、とりあえず、はい。見ていきましょう。で、8月のね、ところはもう、ほぼほぼ終わりですね。今現在28日。で、もう、セレボもピックも全部出切ってしまったんで、もうないかなというところです。はい。ということで、9月の方をね、見ていきたいんですけど、9月はですね、はい。こんな感じで、ヴィランズ系ですね。ヴィランズの挑戦があって、新爪としては、魔女マレが来た。神ハデスも来た。で、パイレーツ・ソラ、パイレーツ・ソラと少年ゼアノートが来てですね。はい。まあ、かなり、ここの月間暑かったんで、やっぱ今年もやべえんじゃない？で、魔女マレ良かったっすよね。神ハデスも良かったけど、はい。まあ、金ハはちょっとしょぼかったけど、正直ね。はい。で、まあ、この時、スコッチャレになったんですけど、月末イベントは。まあ、今年も多分そうなるんじゃないかなと思われます。はい。おそらくね。ツイステコラボということで。大体こういうコラボ系、マーベルとかもそうだし、まあ、スターウォーズも、基本スコチャレが多いかなと。で、今回ツイステなんで、まあ、ツイステもおそらくスコチャレになると思います。はい。ってな感じでございます。で、この時に来た、ピックアップとかセレボはですね、まあ、微妙だね。微妙すぎて、微妙すぎてね、まあ、マレドラ出てたけど、別にマレドラじゃあなっても思うし、まあ、ここで、キングダムハーツの、復活してるんですけど、はい、こんな感じで復活してるんですけど、まあ大したものは入ってなかったということでございます。この時ってさ、アンセムとゼムナスが曲付きになったんだったっけ。この時じゃなかったっけ。もう一個前でもう曲付きじゃない、ボイス付きになったんだっけ。出た、2年前か、それ、その話は。まあこの辺はいいっすよね。ここから過去ガチャです。10月入っちゃってるけど、まあ、9月ですね。まあかなり古いセレクトアップ、セレクト積む確率アップっていうのが、ま、昔あったんですけど、これがね、まあ、セレクトボックスが開催される前にプレミアムボックスの中に期間限定積むとかがですね、こう入ってだというところです。で、まあこれ多分古い順に、ここは古いのを並べているんかな。どうやってまとめたかちょっとこのところ覚えてないんですけど、で、多分その前の年ですね。2年前は、このキーハーですね。ベントゥス。ウィッシュウィッシュ、すいません。ベントゥス、やばい。なんだっけ、名前を忘れた。あー、チリシーと、あー、出てこねー。あと、ベイマックスから、ハニーレモンとフレットが来てると。他にも、まあ、パイレーツ系ですね。ジャック・スパローと、エリザベス・スワン、ディビ・ジョーンズですか。あと、クラシックシリーズからこんな感じで出ます。いろいろね。あと、リロ&スティッチと、キーンハーですね。この時、アクア来ましたね。はい。で、9月はね、基本的にね、キーンハー来ることが多かったんですけど、今回は、松井ステがね、まあ、来てしまったんで、今年まだ入ってさ、キーハーがないんで、まあ来月、ハロウィンでまた来るのかなってちょっと思ってますけど、はい。で、ピックアップはこんな感じですね。もう、まあこの辺多分古いやつなんで、もうしょぼしょぼですね。この辺もしょぼしょぼで、しょぼしょぼのしょぼしょぼで、この辺もしょぼ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 ですね。この辺からちょっと新しくなるんかな。まあそれでもここしょぼくて、ここでホリデーベイマックスが、ね、
ピックアップに来て、まあ、なかなか暑かったですね。これが多分、2年前のハニーレモンとフレットが来た時に、ピックアップが、まあ、ベイマックスシリーズだったというところだと思います。で、ここら辺も、まあ、しょぼいかな、っていうところですね。で、セレボ、今見えてるけど、あ、9月にプリンセスだけのセレボ来てたんですね。はい。まあ、それが、一月前に、ずれ込んだっていうところと、なんかがあったんですよね、確か。まあ、その辺は、終わっちゃったんで告知がなかったんですね。で、ここっすよね。ここが、イーハーで、まあ、キングダムハーツ3バージョンと、王様陸帰りが復活。まあでも、性能からするとそこまでなんで、っていう感じですね。で、ここも、ここでね、そう、第2弾でアクアが来てめちゃくちゃテンション上がったと思います。あ、ここで、あれですね。新たにボイスがついて再登場っていう、このちょっと特殊だった時ですね。これめっちゃテンション上がってたと思う。この時の、アクアめちゃくちゃ欲しすぎてめっちゃテンション上がってたと思います。はい。今やもうちょっと、ここまで、ですけど、女王&鏡が出てしまったんで。であとは、これはちょっと古いんかな。多分ここら辺の前ですね。パイレーツ・スティッチ・ソラ・リクっていう感じで、こんな感じの、まあ、ラインナップというとこですね。まあそんな感じなんで、9月はですね、まあヴィランズ系を、まあ、メインとしたツムが復活しそうですよね。ツイステもあれってヴィランズの関連になってくるんで、まあ、特にマレフィセントね、魔女マレとかジャマレがやっぱり復活しそうかなというところ。あとリドルが、ハートの女王で、アズールがアースラーなんで、魔女アースラーがね、そうっすよね、こうなってくると。魔女アースラー、魔女、マレフィセントが一緒にセレボで復活したら結構熱いですね。来そうな気はします。はい。まあ、そんな感じでございます。はい。まあ9月ですね。まあ新ツムも熱いと思うんですけども、まあこんな感じで、まあ過去振り返ると、強そうなツムはね、まあ結構復活しそうだなっていうイメージはありますので、めっちゃコイン貯めましょう。はい。そんな感じで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。はい。またね、つむつむから最新情報来ましたら、まあ、情報展開しますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。それでは、バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日よ